まあ、今日準備するときに、まあ、タイトルがね、親分イエス様が喜ばれること、まあ、多分初めて書いたかもしれないんですけど、皆さん、イエス様をどういうふうに理解するか大切だと思うんですね。イエス様は救い主、私たちを救ってくださった、それから癒してくださる、病気の時に癒してくださる、それから守ってくださる、まあ、要するにこう受け身なんですよね。まあ、多くのクリスチャンがそうだと思うんですが、受け身なんですよ。イエス様はこうしてくださる。でもこのイエス様をですね、親分だと考えたらちょっと捉え方が変わってくるんですね。イエス様は親分だと考えたら、私たちは舎弟ですよね、弟子で組に入ったら、親分のため命捧げるのが組員なんですよ。私、高倉健の映画が好きでヤクザも見るんですが、ね、まあ、よく見てたんですが、まあ、彼が組入って、自分の親分が何かされた、相手の組に何かされたら、もうこれはもう黙ってられない、もうドス持って切り込みに行くんですよ、相手の組に。そしたら、まあ、大体その後警察が来て捕まるんですよ。でも彼捕まって無所帰るのか関係ないんですよ。親分のためにはもう自分命かけてるんです。この気持ちがね、やっぱりクリスチャン一応だと思うんですよ。今で 1% だっていうのは、こう守ってもらってる、してくださるイエス様をこの期待してるから 1% のままだと思うんですよ。でもイエス・キリストのために私は死にますって言ったら、もう自分捧げますよね。私は横浜で30年間学校の教師してましたが、もう若い時25から28まで新宿サロム教会の中の霊馬聖書学院で3年間訓練を受けました。28の時にまあ、これからどうしますかって話になった時ですね、私は結構その時燃え尽き症候群で、もう疲れたと、28の時、もうイエスさんはもう疲れました、普通のクリスチャンになりたいと言ったんですね。当時キャンディーズっていうのが、まあ、人気のアイドルがいまして、彼らも普通の女の子に戻りたい、アイドル生活いいから普通の女の子に戻りたいって言ったんです。ちょうどその時期と重なる、私も普通のクリスチャンに戻りたい、まあ、月曜日から土曜日はちょっと隠れクリスチャンで、クリスチャンってこと言わないで、日曜日だけ教会行って牧師と挨拶して、もういかにもクリスチャンのようにしたい、まあ、そういうふうに言ったんです。まあ、これは普通のクリスチャンかどうか分かりませんけど、まあ多いと思うんですよ、日曜日だけフリーでするのは。私が導きで沖縄のベタニアチャーチのところに導かれて、選挙年末行ったんですね、クリスマスシーズンで。元旦に私も宣教したいので、大きな波の上神社っていうのがあったんです。そこで私は宣教したいんですけど、山内先生という方がですね、話して、ちょっと生きのいいのいないですかって言ってるんですよ一緒に行ってくれる。そしたら何人かよこしてくれたんですよ、生きのいいので。私がで、まあ、あれ彼らが後で明かすんですが、私は人に語ろうと思ってなかったです。私が語ってから横でこう散らしまくるもんだと思ったらしい。そしたら私が語った後、ある、まあ、ちょっとくすぶってた伝道師がいて、十字架を出してイエス・キリストって語り出したら、急に力が与えられた、まあ、証なんですよ。イエス・キリストはって言ったら、もう上から力が作られて、今は本当にもう伝道師なんだけど、ちょっともう精神的に病んでる。イエス・キリストのわって語ってから、力が上から与えられて、大体に語られてしまった。その彼とあと普天間天満宮の神社とか、もう3日間一緒に伝道してるんです。あと県庁前で、それも YouTube に乗っかってます。私の YouTube、この勝浦義彦って名前さっきあった、あれ当時 YouTube したやつもいっぱいビデオ出てきます。もう私の名前がもう伝道になってるんですね。
もうここまでそれはとりあえず OK かなって思うんですけど。